こんなこと話していいのかわからないが、一応時効ということで。10年以上前、俺が高校1年の時によく連れと一緒に郊外の廃屋に忍び込んでシンナー吸ったりしてた。そこは先輩たちから譲ってもらった場所で、元ラブホだったらしくて、いくつかの部屋にはベッドも残ってた。もちろんそこへ行くのはいつも夜中だったから、懐中電灯を持って行って、主にロビーだった場所でだべっていた。スプリングがキシキシ言うけど、一応ソファーがあったから。だいたいそこに行く連れは 4,5 人だった。悪い連中には格好のスポットだったけど、俺たちの前にいた高校の先輩たちが相当無茶する人たちだったので、他の奴らは寄りつかないという最高の場所だった。その日も俺含め5人でロビーでだべってた。小雨がパラパラ降る音がし始めた時、アホのシロウが「トイレね」と言い出した。しょんべんは普通外の草むらでしてたんだけど、雨が降ってきたから出たくないらしい。あのドアの奥になかったっけ?と連れの一人がロビーの奥の扉を懐中電灯で照らした。ああ、でも水出ねえぞ、と言ったが、シロは、いいのいいの、と言って懐中電灯を持って消えていった。あったあった、と間の抜けた声が小さく聞こえた。しかし、それから10分経っても20分経っても帰ってこない。さすがに気になって一人が、おい、長ぐそか?と言いながら奥の扉を開けて入っていった。そしたら、ちょっとして青い顔で出てきた。おい、おらんぞ、シロウ。おらん?おらんつうか、とにかく見てみろ。というので全員でドアを開けた。そこは事務室のようなところだった。二部屋がつながっていたが、トイレがないことはすぐに分かった。というより他にどこにも出入り口はなかった。シロウが一本持って行ったので懐中電灯が2本しかなかったが、人が入れそうな場所はどこにもないのは明らかだった。その後ロッカーとか机の裏とか徹底的に探したのに、結局シロウは見つからなかった。その状況の異常さに俺たちは真っ青になって、とりあえずこのことは誰にも言わないようにしようということになった。俺が言うのもなんだが、シロウの家はまともな家庭じゃなかったせいか、息子が帰ってこないというのに捜索願いも出さなかったようだった。結局失踪扱いされたまま、シロウは忽然と姿を消した。俺たちはもうそのラブホには行かなくなった。高校卒業した後も俺はずっとそのことが気になっていた。消え去ったことよりも、シロウがなぜ会った会ったと言ったのか、なぜかそれが無性に怖かった。何年かして町でたまたま当時の連れと会った。サテンで喋っていると自然にあの事件の話になった。連れはあの後先輩に、なぜあのラブホが廃屋になったのか聞かされたという。ゾクッとした。客が何人か行方不明になったからだと。どんな風に消えたのかはわからないが、それだけで十分だった。連れはそれを話した後、なぜかうつむいて氷だけになったレモンティーをストローでかき混ぜ続けた。油汗が浮かんでいたので、おいどうしたと肩をゆすった。すると連れは、あの時のシロウがトイレねと言ってからの細かい流れを話し始めた。俺があの時シロウが入った扉の一番近くにいたのを覚えてるか?言われるとそうだった気がする。
俺な、扉が閉じた後で小さな声を聞いたんだけどよ。ああ、あったあったって言ったやつだな。連れは青い顔でうなずいて続けた。あれな、シロの声じゃなかった。数年分の鳥肌が一気に立った気がした。